こんにちは、タケチャンネルです。今回はですね、新作キット、新しく出たキットですね、注目のキットが、発売されて届きましたので、そちらのレビューをやっていこうと思います。で、今回はもうこれ一発完結の動画にする予定です。はい、なので、紹介するのがこちら、フィギュアライズラボ、フィギュアライズラボ、フィギュアライズラボ、四季並みアスカラングレーですね。四季並みアスカラングレーのテスト用パイロットス、プラグスーツの、バージョン、こちらの通常版の方ですね。プレ版版ではなく通常版の方が、今日発売なので、早速こちらの、制作やっていこうと思います。というわけでまず中身から見てやっていきましょう。はい、というわけで、フィギュアライズラボなんですけども、フィギュアライズラボ、まあ、毎回いろんな、表現を追求して、まあ、研究ラボなんでね、研究して、それの発表っていうのが、このフィギュアライズラボの、特徴なんですけども、今回の特徴は、肌と密着した透明スーツの表現っていうことで、このテスト用のねプラグスーツ、3号機かな、3号機に乗る時に来た、テスト用のプラグスーツなんですけども、非常にエロい非常にエロい、プラグスーツを、塗装ではなく、レイヤードインジェクション、インサート成形で、再現したっていうのがこのキットの特徴になってますので、そちらを見ていきましょう。はい、でまあ、箱を開けてあげるとこんな感じで、いきなり出てくるのがその今言ってたその透け表現の、パーツになります。この辺はね、塗装でやるのもね、腕の見せ所っていう部分ではあるんですけども、こんな感じでもうすでにね透けた状態になってます。このおへそら辺とか、このお尻とか、かなりいい仕上がりになってるんじゃないでしょうか。これね、こっから見てもらったら分かるように、この表面のクリアパーツの厚みをね、場所によって変えてるんですよね。場所によって変えることで、透け感の表現っていうのをしてるっていう感じになってます。だからまあ実際にこのスーツ買ったとしたらこういう風になるだろうっていう透け方を再現してるっていう形になってます。で、あとこっちが、色プラですね。色プラのパーツで、結構このテスト用プラグスーツはアスカのノーマルのプラグスーツとはだいぶデザインが違うので、結構ねその辺の細かい再現っていうのもすごくされてるみたいです。であと髪の毛ですね。これはちょっとね、一回素組みした後、後で塗装しようかなと思ってるんですけど、髪の毛はもう普通の一色成形のものになってます。ただ作りとかはすごくシャープなので、シャープなのと、あと肉抜きとかが見えないように、パーツの構成とかすごく考えられてるので、この辺もちょっと見ながらやっていきます。で、これが顔のパーツですね。顔のパーツはレイヤードインジェクションで、もうすでに眉毛とかまつ毛、白目とかが全て成形されてる、成形で表現されてる感じで、こっちの瞳の方もクリアブルーと、白と黒の成形で再現されてるって感じになってます。で、前回の小鳥の時にやったみたいに、ちょっと、目の表現とかも今までのフィギュアライズラボよりは少し柔らかい表現になってます。で、こっちが、まあフレームって言ったらいいかな、フレームになるパーツと、あとグレーのパーツですね、グレーのパーツになってます。はい、
で、あと、こっちが、こっちもね、ちょっとね、そんなに取り上げられてはないんですが、なかなかバンダイの変態さを表してる、ランナーで、まあ、手足、足、すねと太もも、で、あと腕の部分のパーツになってるんですけど、これ全部ね、スライド金型で一体成形になってます。合わせ目が出ないように、全て一体成形になって、しかも、表面がグロスインジェクションになってて、表面がテカテカになってるっていう感じになっております。もうほんとね、ほんとにね、変態ですよね褒め言葉ですけどね、これは。はい、こういう構造になってます。で、まあ説明書はね、いつものようにこういう縦長のペラペラの、あのテーブルの上で置き場所に困る、感じの説明書になってます。で、あと一部、このシール、このシールを使って一部、再現、色分けの再現っていう感じになるので、まあ、とりあえず一旦これ使ってやっていこうと思います。はい、というわけで、じゃあ早速やっていきましょう。どんぐらいで組み終わるかな。まあちょっとあの動画の方は早送りしますけど、組んでいきましょう。ちなみにね、この胸の、ブラジャーと言ったらいいのかな、ヌーブラみたいなパーツ、ここはね、蛍光のイエロー、蛍光じゃないか、イエローのパーツが成形されてるんで、このランナーだけで3色の成形になってますね。はい、というわけで完成いたしました。ね、10時から組み始めたんで、だいたい1時間ちょっとぐらいですね、1時間ちょっとぐらいで一応組み終わりました。ゲート処理とかもほぼほぼせず、もうカットしてっていう、もうニッパーでカットして、で、まあ、ニッパーできっちり切り切れないところとかはカッターでちょっと処理するぐらいな感じで組んで、こんな感じになります。やばい、これめっちゃ可愛いですよ
この間特に新エヴァを見たばっかりだから、特にやばいですけど、こんな感じ後ろから見るとこういう感じ。これね、出来栄えで言うとね、またね、これはね、あのフィギュアライズラボのトップを更新しましたね。南小鳥が一番いい出来やなと思ってたんですけど、それを更新する出来なんじゃないかなと思います。こんな感じで、ちょっとだけね、無塗装、完全無塗装なんですけど、ちょっとだけ手を加えて、この頬のところですね、頬のところに、ウェザリングマスターの、ウェザリングマスターの、H セット、ウェザリングマスターの H セットのピーチを使って、ほっぺたのところにちょっと軽くチークだけ入れました。ちょっと動画だと分かりにくいかもしれないですけどね、ちょっと入れてみました。このシーンでこうやって髪の毛かき上げてるシーンって、僕の中のイメージで言うと、あのアスカがちょっと透けすぎじゃないって言ってちょっと恥ずかしそうにしてるシーンっていうイメージがあるので、ちょっとほっぺたにチークを入れてね、少し顔を赤らめてるような感じにしてあげるとより雰囲気が出るかなと思います。はい。でまあ、さっきも言ったように髪の毛はね、やっぱりあの造形がすごくいいっていうのはあるんですけど、このサイドテールのこれだけで、ツインテールのこれだけで3パーツ使ってたりとか、かなり造形はすごくいいんですけど、やっぱり一色成形なんでちょっと単調な感じもするので、この辺はね、塗装すると非常に化けるかなというふうに思います。で、あと、この足とか、足とかこの腕のパーツなんですけど、さっきあのスライド金型を使って一発成形で、なってるって言ってたんですけど、やっぱりどうしてもね、パーティングラインってのはどうしても入ってる感じになってます。ここ見えるかな、ここ、真ん中にね、ズドーンと、パーティングラインが入ってる、ふくらはぎが、膝から下は横ですね、横にパーティングラインが入ってるっていう感じなのと、どうしてもゲートの跡っていうのが出てきてしまうっていうのがあるので、この辺はね、気になるっていう方は、処理してあげたらいいんじゃないかなと思います、でまあこの分割線に関しては、エヴァの設定的にも、この部分には分割線があるので、その分割線をうまく使って、成形されてるなっていう感じなので、分割線は特にそんなに気にならないかなと思います。髪の毛に関しても、あの分割線のパーツ分割の部分はうまくこの髪の毛の、この何ちゅうの、谷のところに、うまく配置してあるので、それほど合わせ目っていうのは目立たないかなと思うので、まあ、特にね、合わせ目消しとかっていうのは、しなくてもいいのかなと思います。で、肘のところここに思いっきり合わせ目出ちゃうんですけど、ここはね、組み立ての都合上、ここ合わせ目消ししようと思うと、もうせ全部くっつけた状態でここをマスキングして塗装っていう形になってきちゃうんですよね。なので、まあそれが面倒くさくないっていうのであれば、やってもいいかなと思うんですけど、まあ僕的にはそんなには気にならないかなっていう気もします。まあそこら辺はね、個人の感じ方かなっていうふうには思いますね。こういう感じで、まあちょっと1個だけ 不満ってほどのもんじゃないんですけど、僕があの説明書に書いてあったけどやらなかったのは、この胸元のところのこのテストのロゴですよね。テストのロゴ、これがね、シールなんですよ。で、シールをここにデンって貼ると、もうもろに貼りました感が思いっきり出てしまうので、まあ本当はここにテストって字が入ってるんですけど、絶対ここって目行く場所じゃないですか、ね、男なら目が行く場所なんで、その目が行く場所にこのテストのシールをベタッと貼るのはちょっと嫌だったので、貼ってません。なので、できれば、まあ塗装を一切しないんであれば、こすって転写するタイプのドライデカールあるじゃないですか、
あれってプラモデル用じゃなくてもこの G だけのセットっていっぱい売ってるんですよね。なのでそんなのを使ってここにテストってこう押し付けて転写してあげる、ドライデカールで転写してあげるか、もしくはまあデカール作って、まあ黒なんでね、インクジェットとかでも作れると思うんで、デカールを作ってでクリアコートでコートしてあげるっていう風にしてあげると、より自然にできるかなと思います、ちょっとこのシールはいただけないかなっていう気がしますね、でまあそれ以外の箇所っていうのは本当にもう本当に日の打ちようがない、打ちどころがないっていう感じだと思います。でまああとこのシールね、このオレンジのラインのシール、この辺とかも、まあ、シールが嫌って言うんであれば、まあ、塗り分けにしてあげたらいいと思うんですけど、まあ貼ってみるとこのシールそれほど悪くないかなっていう感じですね。結構追従性もいいし粘着力もいいし、そんなに悪くないかなっていう感じだったので、まあまあ全然無塗装でこのまんまっていうのでも本当いい感じかなと思います。こんな感じ。はい、なのでね、まあちょっと、大急ぎで作った感じなんですけれども、まあ、1時間でここまで完成してっていうのは本当すごいかなと思うので、まあ、ちょっとね今手に入りにくいみたいですけれども、もしね、模型店とかでテントに並んでるのを見かけたら、買ってみるといいんじゃないかなと思います。はい、非常にいいです。いい感じで、一応ねこれね対象年齢が、対象年齢が15歳以上だったら大丈夫かな。まあパーツ のキットの組みやすさ的には多分それより下の年齢でも全然組めるとは思うんですけど、まあ小学生中学生に、このキットを組ませるとちょっと変な性癖が芽生えてしまいそうな感じ。これ実物で見るとね、この透け感がねマジでねエッチなんですよなので、ちょっと変な性癖に目覚めてしまうかもしれないから、その辺は気をつけた方がいいかもしれないです。はい、こんな感じなので、本日発売の、フィギュアライズラボ四季並みアスカーラングレー、のすぐみレビュー、はこれぐらいで終わりにしようと思います。でまあもし塗装するなら、さっき僕塗装するって言ったんですけどね、いいんですよね、塗装しなくてもいいんじゃね的な感じもするんですよね。なので、まあもし塗装したら、改めて動画にはしないかもしれないですけど、まあインスタとかツイッターとかで、写真だけでも共有しようかなと思います。あ、で今気づいたんですけど、この台座ね、あ見えないな、見えないんですけど、表つるっとしてるんですけど、裏側からねエヴァンゲリオン 2.0 と、あとあの歯の時のね、You can not advance っていうテーマみたいなやつが裏側から刻印されてる感じなんで、これはこれで結構面白い題材になってますね。こんな感じ。はい、というわけで、すぐみレビューはこれぐらいで終わりにさせていただこうと思います。はい、まあ、参考になったとか、思っていただける方はですね、よかったら下の、いいねボタンとかコメント欄、コメントいただけたら励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。